つくな。見返したらしっかり縛りを守ってたに対するみんなの反応集。それではどうぞ。うっぱマジかよ、こいつちゃんと勝因してるわ。勝因もそうだけど、術式の指向性を手のひらで設定っていうのもちゃんとやってるんだな。打つ方向に手向けてるわ。なんというかけなす意味ではあんまりないんだけど、割と耳っちいよね。少なよくも悪くも大物ムーブあんまりしないっていうか、やることちゃんとやるっていうか、部屋の掃除とかちゃんとしてそう。なんか現代に生きてたらちゃんと健康診断行ってそう。三輪を会議に出して機械の縛りの説明わざわざ挟んでいるし、情報開示がスローなだけで作者考えているよな。というか、渋谷の時の何も意味なかった美和ちゃんの難癖ってここの伏線だったのかって、むしろ納得したくらいだった。美和の話あの時点だと何の意味があるのかわからなくてファンサかと思ってたけど、正しい縛りの使い方見せる前に間違った使用例を出ししてただけだったな。閉じない領域の勝負といい、五条 vs 宿儺の展開ってかなり前から決めていた気がする。乙骨の時はどうしたんだ。マインは見えないとこで理科の抑え振り払ったって、無理やり脳内保管しても方向指定の手は下2本とも使えないはずだし、そこが謎だよね。樹脂の影響で出力を強化したかいって可能性もあるけど、やっぱり何かからくりがあるんかね。そこら辺の答え合わせも待ってや、そのうち来るかな。普通の強化回でしょ。普通にこれだと思う。乙骨が明確に死んだっていう描写も出たわけでもないし、下の両手封じられてる状態で次元山は打てないんだから、影響で強化した回しかない。乙骨の領域を破壊するときに放ったやつは理科に腕を押さえられて手のひらイン組めてなかったはずだから、あの時の回は樹脂で威力上げただけの斬撃なのか。五条が防御回避できず即死する次元山を勝因だけで打てる状態で全回復して戦闘再開よりも、今後一生勝因と影響と飛行性の縛りをつけてノーモーションで五条を即殺して受肉温存の方がリスク低いと判断したってことだよな。五条の時ノーモーションで撃ったなら、なんで乙骨は次元山には勝因か樹脂が必須とか言ってたんや。カッシーや火車の時になぜかそうしてたからじゃないかな。二つの手と一つの口をつづらで使って、呼吸用に口一つと格闘と術式用に二つの手を絶えず使わせ続けてるから、必要ないなら撃って自分かイタドリを殺してるのにやってないってことはできないって判断しただけ。五条の時はノーモーションで、カッシーの時はモーションしだしたから、縛りを使ってモーションが必要になったって判断したんじゃないか。カッシー出て行った意味ないとかよく言われていたけど、カッシーいなかったらそこわからなかったから、結構お手柄だったな。五条をやった G 以降は勝因影響対象を思考的に選択しなきゃできなくなったから、それ以外の時は強化縛りで強化したかいって感じか。国戦二回目で反転術式の出力上昇の他に領域展開か風画が使えるようになってそうだけど、ブリーチも当時は設定の凝り方気づかれてなかったなぁ。あとあとこれってこうなんじゃないかって楽しみ方を見出されていって、それとオルト呪術もそういう読み方で楽しめてるよな。自分にかけた縛りって破棄してもその分のメリットが消えるだけじゃないの。すでにメリットを得た後だから破れないんじゃない。三輪の縛りと似たような感じなのかな。むしろちゃんと考えて出した結果が現状と思うと悲しくならないか。いや全然そう思ってるのはマイノリティよ。今の呪術を絶賛してる側がマイノリティ定期的に作者補正が乗り出したあたりからの呪術はどうかと思うけど、それでも X とかでは褒める意見が多いので世間的には受けていると思う。X でも別のまとめでも不満のが多いけど、日曜深夜の呪術本下部を軽く眺めている範囲だと好評だし、コミックスも売れているので世間的にはあれでも OK だと思っていたけど違うの。縛りを守ってたのかは不明よ。単にデフォルトの性能がこれで後から縛りだったことにした可能性あるからね。何より縛りつける前の世界観の出がかり性能が不明だし、それ次第で突っ込みどころがまた生まれてしまう。何よりヤコブくらいながら打てた理由が謎のまま。
今回の件で次元さんの最低性能が貸し物と切って確定したしね、乙骨が死んでなかったらご都合になった。でもこれ自分だけで結んだ縛りだし破り得だよね、なんで律儀に守ってんの。これに関しては破ろうとしても単純に発動しないんじゃないの。そんなんで破れるなら三輪も破れるやん。先に成果求めて後で払う、同じパターンやろ。まあ、人の変形負荷の代わりにパワーアップは破れるのに、誰と縛り結んでんの。あれは変節速霊体を解いただけで、変形させたわけじゃないぞ。あの状態だって無意点ペンで変形した形態だから解いて元に戻すイコール変形やぞ。今後の発動条件に追加で制限をかける代わりに今回限り一部の制約を踏み倒せる縛りとかもできるんやなってなった。ミワちゃんの二度と抜けなくなる縛りに改めて言及したのも前振りだったのか。でも極論五条引いては彼の無限を突破して即死さえさせればいいわけだから、この縛りはなんかモヤモヤするんだよね。だって当時の宿儺の感覚からしたら他の奴らに使うにはオーバーキルが過ぎるし、最悪回という別異常の高打点技もあるんだから、わざわざ今後も使えるようにする必要性はないはず。だからあっぱれ忘れんなんじゃない、世界山の回を使うたびに思い出すし。一回ノーモーションで打つ代わりに今後追加モーションが必要になる、と書くと効果の割に結構コストが重い気はする。この辺の縛り加減の調節は宿儺の呪術の理解が高いってことなんだろう。ノーモーションだからといって必ずしも即死させられるわけではないからな。五条がもし防げてればその後次元切りが使用不能レベルになるし。普通の回にボソッと付け足すだけで乙骨退場するレベルの斬撃出せるなら今の戦いマジの茶番じゃん。栄翔縛りでも始めたのか。栄翔を見逃すマジの節穴ではなくなっただけで、大技の起こり見逃して棒立ちで溶断されたボンブなのは靴がいらないよね。なんか呪力の起こりものをモーション化してるらしいよ。掲示板ではそっちが主流みたい。何の予兆もなくいきなり世界山だからそや無理だろう。宿儺が世界山使えるって知ってるならともかく、あの時点じゃマコラが使っただけで宿儺がコピーしてくるなんて予想できんだろ。五条目線なら普通の回なら防げるはずなんだし。勝利を確信して油断したから今までやってこなかった回ぶっ破をただの悪あがきとみなして数消したとかなら一応わからんでもないけど、空港で内心で宿儺破格上で勝てないと思ってたって言っちゃったから防げるはずで受ける意味はないよ。マトララのコピー抜きにしても無加減は突破されうるものってのは散々やってきたことだからなおさら。とつかなしでも勝てなかったとは言ってたけど、勝てるとは思ってなかったとは言ってないでしょ。勝てないと思ってたなんて言ってないが、こうやって嘘ついてまで作品叩くの、ほんとはそちの品性って感じ。次元さんに必要なためについては何も言及してないから普通に貯めてたと思われる。多分何をやるにも縛りを貸して今の畏敬になってしまったのではないかと思う。陸団と書いたドリも、もしかしたら何らかの縛りに抵触したから取り立てるために生えてきたんじゃないかと。海山には手のひら円と栄翔が必要と推測した乙骨、その他の光線術師栄翔の設定も急に出てきたけど、それまでの術師は全員省略して術式使ってたわけだから、カシモに対して使ったのも弱ってたのを補うためか、ワックル上に展開するためだったと考えるのが自然だ。少なくとも回復されたら世界山使い放題になると警戒しないのは不自然。アンチを突く坂部のああ、五条の勝ちだって判定に興奮して全員すっくんから目を離してただけだから。坂部あたりが言っていたと思うけど、使い放題なら勝ち目皆無なので使えないことを祈るという考え方じゃないの。第五条線はもちろん渋谷以降全然使ってない風がや破壊されたマコラはともかく、ボロボロの状態で五条を溶断してみせたばっかりなんだ。他はともかく無制限ノーモーションで使われた世界山を警戒しなきゃ嘘だよ。事実世界山自体は使えるという前提で乙骨も草壁も考えてるんだから、ベテランならあの威力は縛りがないと不可能みたいなのがわかるんじゃないの。縛り関係のそういう描写は初期からある。
それは風画に対して言った意見であって、世界山にはいろいろ対処しようとしてただろ。カシも相手にした時にノーモーション世界山だけ使えばいいのに、受肉して復活した後で放つ前に栄翔と手のひらインするなんて面倒な方法をとってたから、その可能性はあるってしただけなんじゃないの。そろそろ縛りを破った場合のペナルティとか見せてほしい。縛りペナルティもそうだけど、開示による底上げもちゃんと表現してほしい。7人とか解消とか開示した状態がデフォになってて、ちゃんと威力アップしたのかいまいちわかんないんだよね。開示前受け止められる開示を吹き飛ばす極論1回これやってほしい。後付けしまくってるせいで、じゃあ前の〇〇の時にもやればよかったんじゃね、みたいなパターン多いから、言い訳のために後付け増やすのやめた方がいいと思うわ。これも前の展開見ると矛盾してるし。前から松陰ちゃんと組んでるなら最初から用意してあったんやろ。読者がお返事だと思ってたのは録音だったわけだ。そもそもだが、伏黒宿儺で片手欠損して松陰できないから、片手で世界山使うために縛りを追加するという発想自体おかしくねえか。伏黒宿儺携帯なら完全受肉で修復して本来の松陰のみで使用可能な世界山使えば、五条は倒せたし、以降の戦いも余計な苦戦しなくて済んだだろ。松陰やったら気づかれる可能性あるし、完全に不意打ちするのを優先したんじゃないの。五条戦の宿儺派かなりギリギリだったんだろう。全力を出してないって言って、退場や裏埋めの立場がなくなっちゃう。松陰のみで倒せるとも限らんでしょ。完全受肉して瞬殺できなければ、援軍来て五条に回復の猶予も与えかねないし。まあ今の展開を見て、芥見がしっかり設定考えてるって思っちゃうのはちょっと理解できないな。というか 2.5 条も何かそっちの方が強そうだからとかいう理由でバカみたいな設定になっちゃってるのを自白している時点で。まあ最後まで見てみようや。しっかり考えられた結末をな。これまでの積み重ねを後付けで無にしながら進んでいるのに、考えているも何もないでしょ。ハンタの制約見よう見真似でパクってガバルールの縛りが誕生した。制約はちゃんと見合ったリスクを背負うのに、縛りはその場のひらめきだけで大したリスクもなく底上げさせるクソ技。五条の開幕 120% の紫をもうこの先紫は一生打たないって、縛りつけて 200% で打ってたら少な切りになってただろ。200で少なやれたかはともかく、命運かかってる戦いになったら今後礼しない系の縛りバフ使わない理由がないんだよな。今まで負けて死んだ奴らも実は使ってたのかな。伏黒も塵になるからそれはしないと俺は思うわ。くんとは意見が分かれちゃうけど、結局草壁が呪力の起こりとモーションで宿儺の斬撃に対応してたから、手のひらインと栄翔省略したところで呪力の起こりをどうにかしないと 2.5 条になった理由付けにはならないからな。1の宿儺が縛りを守って松陰してたって何が驚くポイントなん。先週までの時点でも次元3使うには手のひらインが必要なんだろうってわだったくない。先生に対しては松陰を使っていなかったが、その後は毎回使っているみたいな疑問でもどこかに入れておけば、今回の情報もすっと入るんだけどね。半年以上経ってようやく説明するしかもあまり関係ない場面のはちょっと遅すぎる。管理領域もそうだけど、何も考えずに設定出して後付けで言い訳しての繰り返しだからな、この作者。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。